今回はハンドラーウォルター VS プロスペラ、マーキュリーに対するレイヴンの反応を紹介します。アーマードコア6と水星の魔女のネタバレを含みますので、視聴に際してご注意ください。それではどうぞ。何で戦うんだよ。犠牲にしてきた命の数、そりゃ子供でだよ。ウォルターはプロスペラのこと死ぬほど嫌ってそう。あらあら、またペットが亡くなったのかしら。ハンドラー、ウォルター、煽り倒されるけど大体図星だから黙るしかないんだよね。621、お前に助言を送ろう。逃げれば一つ、進めば二つ手に入る。一つを選ばないと進めないんですけど。ヒルーと進んだ621は何か手に入れられましたか。コーラルもパーネットも同じよ。エアとエリクトが仲良くなるかもしれん。聞いてますよレイヴン。確実にダメージが蓄積してるよスレッタ。スレッタとレイヴン同時に相手にするアイビスかわいそう。ちょうど空いた人形あるな。コーラル都合のいいボディカッコクールさん。プロスペラマーキュリー排除。621、仕事だ。今回お前にはプラント、クエタを襲撃してもらう。ホルドの夜明けの通信妨害と襲撃に合わせ、モビルスーツは踊りとして使え。ハンドラーウォルター、プラントクエタはやめておけ。タヌキ VS 生春巻きか、エアちゃん VS エリクトのオーバーライド対決か。血は繋がってないけど大切に思ってる方と、血は繋がってるけど正直あんまり興味がない方。復讐に巻き込みたくないなくらいには気にかけてたし、魔女と妖剣。春巻きもタヌキも一緒よ。パーメットの謎ぶりと比べると比較的コーラルがマシに思えてきた。どんな組み合わせだよって思ったけど、言われてみたら人格をコーラルに溶かして保存できるなら割とママン的にはありなのか。左プロスペラを嫌ってるけど自分もやってることは同じだと思って曇ってる。右ウォルターをバカにしてるけど自分もやってることは同じだと思ってスレッタを扱ってる。あんたたち母親とハンドラーが言うなら人を殺すの？はい。あんたレイヴンの親代わりでしょ？それなら個人的な食材にあいつを巻き込まないで。やめろ、ゴスをいじめるな。あんた、ハンドラーが死ねって言ったら死ぬの？ゴスは俺に死ねって言わない。ナディム様や、リョウのライヌ、メーテルプリケツちゃんとミオリネさん同じ声とは思わなかった。スレッタ、援護を、お願い、スレッタ。なんとなくグエル好きな人はイグアス好きそう。パーメットは有用ですが人体に極めて有害な物質です。根絶しましょうレイヴン。お前よ。旧世代強化人間のコーラルデバイスとパーメットリンクほとんど同じ技術だと思ったら SF 交渉同じ人だった。パーメットリリース。パーメットリリースでエリーがどこにでも存在するようにすればママも満足。レイヴンにシンパシーで絡みに行く4号。スレッタと違って完全に同じ境遇なんだな。体をいじくられて人生を失ったって点は完全に同じなんだよな。強化人士621号。4ババアとゴスを同じというのはやめてもらおう。大人が約束を違える気が一切ないという以外は同じだな。君も無理やり従わされてるんでしょ？嫌だよねって共感得ようとしたら、俺の存在意義はゴスのくれた意味だけだ。それだけでいい。と返されてものすごい顔になるんだろうな。君の主人は良い。相応の仕事を渡してくれる。休めと言ってくれる。アクシデントの補填をくれる。じゃあ勝利くらい僕にくれよ。そうでなきゃ不公平すぎる。使い潰す前提の4ババアと621のための採取術費コツコツ貯めてるウォルターが運命のさすぎる。そっか、4号に本当に必要だったのはハンドラーみたいな主人だったのか。逆に5号はハンドラーみたいなのもダメそう。5号は一人でたくましく独立傭兵やってそう。もともと後期同期でダブル取り合ってるし、傭兵適性は割と高そうだな5号。多分めっちゃクレバーに生きて稼ぐタイプ。主人公みたいな説得してる5号とヒロインみたいになってるのレア。お金のためにぶち殺す独立傭兵。説得中にコーラルミサイル撃ち込むとエス取れるんだな。人の心とかないんか、と思ったが、ほぼ本編だった。風向きを読んで早々にルビコンから脱出してるオリジナルエラン様。
コーラルとパーメットと小島だと、どれが一番マシなんだろう。何もしなければ滅ばないからパーメットが一番マシ。パーメットじゃない？水星はパーメットよりガンダムのシステムがヤバい感じだし。コーラルとパーメットの情報伝達ができる性質でお互い更新できちゃうのはありそう。小島とコーラルとパーメット全部使う。これだ。小島も？パーメットとコーラルの悪魔合体とか1対何と戦うつもりなんだよ。クワイエットゼロをコーラルリリースに転用しようと画策するおまちゃん。襲い来るレイブンとキャリバーン。終わったわ、あいつ。オールマインドちゃん大丈夫？プロスペラに足元すくわれない？クワイエットゼロに送り込んだゴーストが全てオーバーライドされました。対処してください。レイブン。こいつ、いつも電子戦負けてんな。多分シーズン1の2、3話あたりで計画が頓挫してるオールマインド。おまちゃんの計画最初にスレッタがグエルに勝った時点で破綻しておりちゃルートになりそう。なんとかオリチャー繰り返してクワイエットゼロ乗っ取り成功とかしてくれるだろう。いや、やるとしたらエアか。エアリアル乗っ取ったら、ことあるごとに過分の子たちにおバカと言われ続けるオールマインドちゃん。エリクト以外は口悪いからな。エリクトもスレッタとママ以外にはだいぶ口悪いぞ。ミシガンに鍛え上げられるグエル。レッドガン部隊と仲良くなるグエル。レッドガン部隊迎撃。受諾なき場合はゲンホルダーグエルジェタークが任務に当たります。グエルはそういうの回ってくる。悲惨な巡り合わせに定評のあるグエル君。ミシガンは転んで死んだと電気にはそう、特にグエルにはそう伝えておけ。ベイラムは AC6 世界のジェタークって感じがする。体育会系で身内に優しく起用、戦争では後陣を排する。うん、作ってる製品は質実剛健。ケナンジとミシガンは仲良さそう。うっとうさん、どうしてこんなことに。ジェターク CEO 補佐ラウダにいる。いい響きだ。兄さん一体どこに。うっふー、ジェターク CEO ラウダにいる。素晴らしい響きだ。いや、プラウダやめろ。ラウダにそんなに面性ないだろ。いや、普段のクールなのと落ちろ水星女は十分に面性じゃないかな。君がスレッタか。プロスペラ・マーキュリーの子がいらしいね。これも巡り合わせだ。共に決闘と行こうじゃないか。水星にいないけどトップクラスで必要だったキャラだな。戦友ラスティはガンダムでの子供使い捨てにすげえ嫌そうな顔しそう。相当気合の入った革命戦士だし、ホルドの夜明け応援したいけどダメダメすぎんだろって、冷ややかな目で見るラスティはいるだろうな。C 兵器に興味津々のにかねえ。ビジター、ラッドのチャティスティックだ。ボスは最近アスティカシアから見学に来た生徒に工房に押しかけられて何やら質問攻めを食らっている。迷惑そうにしているがボスはどこか嬉しそうだ。要件はそれだけだ。じゃあな。ガンダムとやるのは初めてだ。退屈させてくれるなよ。戦法が水星っぽいんだよな、フロイト。決闘はフロイトが全部投げ倒して終わるからダメ。学生だな、そういう動きだ。学生以外が決闘してんじゃねえぞ。了解した、じゃあ続きといこうか。フロイトは無限に決闘だけしてそう感はある。621が学園で決闘してる姿はまあ見てみたい。スレッタ絶対おじさんたちに可愛がられるよ。ザイレムとクワイエットゼロのどちらを止めに行くかでルート分岐だな。じゃあこうしましょう。ザイレムでバスキュラープラントに着火してクワイエットゼロを丸ごと焼き払う。クワイエットゼロにバスキュラープラントでコーラルを流し込め。最後は全ての罪を背負い、シャディクの日と呼ばれる最悪が歴史に刻まれた。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。